ヨアヒム・ウテワールは、オランダの画家、同伴画家。ウテワールは、ユトレヒトで生まれ、ステンドグラス職人の父の工房で働くことで、芸術家としてのキャリアをスタートさせた。1586年、彼はフランスからイタリアへの6年間の旅を始め、パドバで絵画を始めた。 1592年、25歳で、ユトレヒトへ戻ると、ウテワールは、画家として、バグ職人組合へ入り、絵画、エングレービング、ステンドグラス制作を始めた。最後のマニエリスム画家の一人であるウテワールは、多くの画家たちが、自然主義的な様式を採用した時に、マニエリスムの伝統を守った。彼は、マニエリスムのオランダ人主相者となった。 彼の非常に特徴ある、魅力ある、人為的なスタイルは、彼の周囲で起こっている、自然主義の発展には無縁なままであり、その賛成の色彩と、恋に歪められたポーズを取った、優雅な人物像によって特徴づけられた。ウテワールの作品を、オランダ国内で展示しているのは、主として、ユトレヒトの中央美術館、デンハーグのマウリッツハイス美術館である。ありがとうございます。